とあるメディアがドラクエ3リメイクをかなり痛烈に批判していると、こちらが話題となってますね。で、こちら元ネタはヤフーニュースとなっていて、かなりコメントもついていて、かなりね、あれこれ言われてる状況。では具体的にはどういったことが言われているのか、そこについて、今日は取り上げていきましょうか。まず人気 RPG のリメイクをめぐって波紋が広がっていると、これ元ネタはアベマタイムズかな、なんかアベマニュースとかさ、アベマタイムズとか、なんかアベマ TV とか、なんかいろいろ最近あるよね。まあそういった話は置いとき、ファミコン版の発売時には店舗前に長蛇の列ができていた、そのような形で社会現象になったゲームソフトではあるんですが、まあ、今回のリメイク版からは、原作からですね、変更点としてキャラクターの性別が廃止されて、ルックス A とかルックス B とか、そういった類のものから選択するようになりましたと、また女性選手ってなんだこれ、女性キャラクターのコスチュームも、ビキニ型の防具の下に衣服が描かれ、まあ、多分これは女戦士の件かな、こういったところが、議論を呼んでいると、まあ、これは結構有名なお話ですよね。まあ、ここについては直々になんとね、堀井さんも触れておりまして、そこについてのコメントは別途他の動画で取り上げておりますから、ここの動画では、取り上げませんけど、いやーけどこれどうなんすかね。ゲームに限らずエンターテインメントの世界では性別や年齢、人種などによる差別偏見をなくすための運動、ポリティカルコレクトネス、まあ、ポリコレですね、の波が押し寄せ、多様性に配慮する一方、ユーザーの評価を得られないものも出てきていると。で、アベマプライムでも、なんかもうアベマ系めっちゃ多くないか。で、アベマプライムでも、エンタメとポリコレの流れ、関係について議論したと。見た目には男女、何の配慮かわからないと。リメイクされるゲームは、シリーズ作で初めて自由にキャラクターの職業、さらに性別が選べることになり、本当にね、当時はかなり画期的なゲームであったと、まあ、そういったことが言われておりますが、同じ職業であっても、まあ、男女によってパラメーターが違ったりとか、で、それぞれの得意とか不得意とかを活かして冒険することで、ゲーム性の幅っていうところが当時広がっていたと。ただ今回のリメイク版では、男女が廃止されて、ルックス A とかルックス B に変更となったと。ただし公式ホームページなどで公開されているキャラクターは見た目にもう一方が男性、もう一方が女性のように見えると、社会学者の塚越さんも事実上はどう見ても男性と女性に見えると、まあそうにしか見えないもんね。まあなおさらなんかルックス A とかルックス B にする意味ってあるのかなとは思いますが、確かにあながちこれは正論ちゃ正論ではあるのか。で、今回の男女を廃止してルックスと呼ぶことに一言で言えば、作り方が下手くそ、まあ、作り手が下手くそか、いろいろなことに配慮しなければいけないことはみんな思っていて、多様性が大事だが、どう見ても男性女性がいる中でルックス A、B にしても誰も喜ばない。確かに、まあ、中途半端っちゃ中途半端ではありますよね。それならばルックス C を出せばいい。中性的なキャラクターを作ってステータスも少し特徴があるようにすればゲームとして面白くなると。ゲームとして面白くならないのに何の配慮かわからない、そういったものにするんであればね、まあ意味はわかるんだけど、ただ何の配慮かわからないものにするんであれば下手くそと申し上げたと。配慮しながら同時に楽しいものを作れば、いい。配慮は誰かにとってつまらないものになるのではなく、みんなが楽しいと思えるもの、新しい価値を作れば万々歳になるはずだと述べたと。だからまあ中途半端にね、なんかルックス A、ルックス B とか、そういった表現をするんじゃなくて、それであればしっかりと、実際のルックスにも反映をして、明らかになんかこれって男だよね、みたいな、これって明らかに女だよね、みたいな、そういったことがですね、わからないような、見た目にするであったり、なしはルックス C を加えるであったり、そういったね、違いとか、メリハリをつけていかないと、まあそもそもね、何のためのルックス A、ルックス B なのかわからないということか。まあ、作り手が下手くそっていうところは、なんか最初見たときさ、
お前ちょっとそれ言い過ぎだろって思いましたけど、確かにあながちなんかこれは間違いではないよなって思いましたね。まあ、なんだろう、妙に納得感があるというか、うん。またですね、配慮によって違和感のあるキャラクターデザインもっていうことで、コスプレイヤーとして活動する早川さん知らないな。女性に見える戦士のルックス B について言及した。出たー。お前これ触れちゃダメなやつじゃないの。正直性別はプレイしてる中でそんなに意識するものでもなく、プレイヤーが勝手に想像するものだと思うが、気になったのがビキニアーマーの中にスパッツを履き始めたのが少し前からあったこと。まあ、これは確かにめっちゃ違和感あったからね。これはすごいね。突っ込まれていたと思います。で、この時代にスパッツはないのでは。あー、そっちそっちっすか、お姉さん。そっちか。まあ、確かにね。いや、けどそんなこと言ったらさ、他のコスチュームとかも同じじゃない？キャラデザインも変わっていて、その素材はないのではと、主に中世をイメージして作られている世界観に対してマッチしていないと指摘した。なるほど。ちょっとこれは新しいな。けど確かに言いたいことはすごいわかりました。なるほど。また男女におけるポリコレ的な配慮については、男女間の正義的な部分は女性キャラクターがバチバチに強いところでもはやクリアしてると思っている。一般的に男性が強くて女性が守られるというステレオタイプはあるはずだが、バリバリに女子が強かったりする男性サイドが逆に守りに入ったりもしているので、そういう男女感があったから、そのままやっていけばいいのになと思うと、これまでの世界観で問題ないと述べた。なるほど。さらに、プライムビデオ、こちらでは、まあ、なんかもうこれもちょっと長くなるから一回割愛しましょう。ディズニーやポリコレ系統から転換、これもちょっと関係ないんで飛ばしましょうか。まあいろいろ語られておりますね。まあディズニーもね、一時その全然今回の話趣旨とは関係ありませんけど、確かにポリコレをやたらね推進していた時期ありましたよね。まあなんだかんだ多様性だみたいな感じですげえうるさかったんだけどさ、けどあれってめっちゃ不評だったんすよね。そう、めっちゃ不評でさ、何これみたいな感じだったので、結果としてね、ディズニー側も、まあ、多様性であったりとか時代の流れで、まあ、ポリコレの推進っていうところですね、気にはかけておりましたけど、ちょっとここのところからですね、脱却しようっていう、まあ、そういった動きが最近あり、まあ、ここについてはね、ファンからも称賛浴びていると。なんかもうさ、多様性って何なんだろうね。なんかもはやこれをさ見てると、なんか誰のためにもなっていないっていう言い方ちょっと語弊があるけど、多くの方、大多数の方に、まあ、ほぼほぼね悪影響というか印象が悪くなってしまっており、かつまあそのなんだろうな、そういったそのマス層向けに対するその見解っていうところか、なんというか、表現が難しいですけど、まあ、そういったところにも配慮しなければいけないので、二重にですね、なんか訳がわからないことになっているなと思いました。はい。まあそういったところも相まって、まあ非常にね、今回ドラクエ3リメイクメディアからもね、あとその有識者からも、あとインフルエンサーからも、まあ有名な方からもね、これってどうなのみたいなことが言われていたわけですが、まあドラクエ3リメイクっていうゲーム自体はすごいね、まあ素晴らしいものではあるんだけど、ただこのね、ポリコレの推進っていうところだけはね、やはりその許容できないみたいな、そういった声がとてもね、多く上がっているのかなとは思いました。はい、まあそういったところで、このような記事が上がっていたっていうご紹介なんですが、いやけど、すごいよな、ポリコレ。ポリクエ3か。けどね、ドラクエ3リメイク、こういった形でポリコレがね、めっちゃ推進されてるけど、ただゲーム自体はね、すごい高評価なんですよね。っていうか、低評価がほぼないっていう、まあ、すごい状況になっているんですけど、ただやっぱりその、ポリコレはね、廃止をしてほしいとか、そういったところを考えてる方もかなり多いのかなとは思いました。まあ別にルックス A でもルックス B でもね、男女でも俺はどっちでもいいんだけどさ、ぶっちゃけ。どっちでも良いんですが、ただまあルックス C っていうこの案に関しては、結構妥当な感じがするよね。うん。
まあ妥当ではあるけど、ただなんかそのね、A と B とその他にも C を作るっていうのもよくわかんないよな。なんかルックス C というか、なんか統合させて新しいキャラクターをデザインにしたらいいんじゃないっていうのも、自分も思いましたけど、ただそれはそれでね、ちょっとその選択の幅が狭まっちゃうから、なんかこれも良くないんじゃないかなと思いますけどね。ただ、すげえ難しいよな、ゲーム会社としても。なんかポリコレをさ、入れなければ叩かれるし、逆にポリコレをさ、入れまくると叩かれるし、なんかどっちも叩かれねえみたいな。これってどっちも叩かれるよねって感じですからね、本当に。ただ、作り手が下手くそっていうところは、最初なんか見たとき、何なんだろうこれって思いましたけど、なんか今このね、記事を見てみると、まあ言いたいことはある程度分かったので、なんか必ずしも、なんかそこに対して憤りを感じるってわけじゃありませんけど、あ、そういうことなのかって地味に納得しました。はい。まあそういったところで、今日の動画一旦終わりましょうか。皆さんこの件について率直にどう思いますか？ぜひコメント欄で皆さんのご見解とか感想なども教えていただけると幸いでございます。では一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。ではまた。バイバイ。